明かりをつけましょう、ぼんぼりに。お花をあげましょう、桃の花。栗姫が始まるよ。最後まで見てね。皆さん、ごきげんよう。33% チャレンジ。今日そりゃ、今日は今日は、はい、今日は3月3日ひな祭りということで、3月3日ね、33% チャレンジを行います。はい、姫ちゃん、おうくん、若葉ちゃんの目の前にほら、なんか春っぽい飲み物あるでしょ。かわいいわ。はい、かわいい飲み物。こちらを 33% まで飲んでください。 33% を残してください。ちょうどきっちり 33%。 はい、え、難しくない。はい、できるかどうかということです。今回ね、飲み物プラス他にもね、こちらブルル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 バージュー、イエーイ。はい、こちらもね、あります。はい、ちなみにね、もう1個あげちゃいました。もう1個あるよね。はいはい、4つあるからね、パパもね、一緒にね、挑戦したいなと思います。そういうことか、だから4つあるのか、はい、なんで4つあるのかなと思ったけど、パパに勝つことができれば、よしね、よし、1500円カードですね。ああ、人気がすいてるね。そう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 、パパに勝てればね。ね、なんで前ゲットできなかったの、誰も。ね、確かに。え、ポイント稼いでたよね。うん、なんで、なんかわかんないね。パパ強引に終わらせてきましたけど、うん、ちょっと、うん、そう、強引に終わったからね。はい、今回ね、こちら何グラムかまず測ります。はい、ね、じゃあ測りますよ。0グラムね。よし、198グラム。姫ちゃんとおうくんが量微妙に違うんじゃないとかっていうので、もう一度測ります。いくよ、よいしょ。ちょっと違いそう。800グラムもあるね、これ。押さえてて、押さえてて。800グラムもあるね、これ。あー、パパの手プラスだから、それ。あ、197だ。ちょっと、そんな。いいね、いいね。じゃあ、200グラムにしよう。それで、66グラムか。66グラムに近い人が勝ちね。OK。ただし、ちょっとヒントあげておく。これね、内容量がね、180グラムです。これ容器合わせてる。そう、そうです。重さ。だから、中身を3分の1きっちり飲んだら、ダメってことだよね。じゃあちょっとだけ残してたら。そう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 。約容器が 20g、 中身 180g だからね。半分ぐらい飲めばいいし。違う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 、僕半分じゃない、 30% ぐらいまで飲まないといけないね。30% 以下か。え、60、あ、40g 残せばいいんだ。だから 140g 飲んでください。そういうことだよね、容器は 20g でしたらね。これって一番近い人が勝つってこと。そう、きっちりじゃなくていいの。いいよ、きっちり周りだけど、いつに一番近い人が、パパもやるから、パパに勝てば、だからみんな、ね、みんな勝てば、そう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 、子供チーム、3対1、そう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 、そう、パパチーム、1人でチームよ、ソロ、ベライ、ちょっと VS 2人よ。1人 VS 3人、よし、来い、いやいよ。はい、それでは 33%、66g まで飲んでください。この容器の重さはね、まず覚えて、あ、これ、ほんほん 200g だな、みたいな。これが 200g。 OK、パパもこっちで飲むよ。ね、じゃあ、いただきますか。いただきましょう、いただきましょう。いただきます。これ絶対美味しいよね。サクラホワイトチョコレート、水、ミルク。あ、美味しい。春の味がする。めっちゃ春の味がするぞ。プリンが入ってる中に。うん、え、プリン、なんか入ってるね。うん、なんだこれ。え、プリングだから、プリンじゃない。うん、あ、これ美味しい。美味しいな。この教会、プリンになっちゃうわよ。うん、え、教会って何。あ、やばいぞ、パパ。え、みんな、ちょっと美味しいからさ、一気に飲んじゃったんじゃない。忘れちゃってた企画を。ちょっと飲みすぎたなと思ったら、吐いて戻して戻して。あ、やばい、企画忘れてた。なんかほんのり桜の香りがする。え、元の重さ、はい、重さ、やばいな。このぐらいにします。これ持ってみて、このぐらいじゃない。え、やばいかも。よし、パワーオッケー。
OK ですか？ OK。 33% チャレンジ。ゴーリンバヤシ。あの、視聴者のね、皆さんはね、みんなね、どこまで飲んだのかなってわからないけど、今からね、何グラムか測っていきます。はい。若ちゃん OK ですか？大丈夫です。美味しいね。皆さん OK ですか？はい。OK。全部飲みたいわ。では、早速、ひめちゃんから測っていこうか。パパ最後に測るね。パパ、パパ。それでは測っていきます。はい。でんでん。ひめちゃんは、60? ちょっと待て。半分も飲んでないぞ。ひめちゃん、55g。そう。めっちゃ飲んだつもりだったのに。あ、プリンが重いんだ。中に入ってる。グラムだからね。何ミリリットルじゃないからね。液体だけじゃない。はい。ちょっとね、今115g のひめちゃんの重さ持たないでね。ヒントになっちゃうから。じゃあひめちゃん取ってください。じゃあ次奥くん乗せようか。うわ。お。うわ。81g じゃん。バブー。じゃあ奥くんめちゃめちゃ近いじゃない。うん。ね。これ顔いいわよ。ね。こういう系にはマジで顔いいから。すげえ。じゃあ次、若葉ちゃん20g のさ、なんか若葉ちゃん結構最後まで飲んでたよね。あっ、135。半分飲んでる。ちょっと、姫ちゃんも固まったぞ今。なんか、え、若葉ちゃん一番飲んだつもりだった。見なさい、あなた成長しなさい。よし、ダメだな、3人とも。え、でも俺まず今一番いいね。今ね、まだだよ。パパ測ってないじゃん、ほらここにあるの。ちょっと奥乗せてみて。パパ結構飲んでそうなの。さっきさ、パパ結構美味しいって言っていっぱい飲んでたんだよね。パパね、こういうの勘いいからね。俺もだ。奥くんより研ぎ澄まされているぞ。じゃあ奥くん、パパの置いてください。怖い。ねえ。え、多くどれぐらい？これ何グラム？え、重いわ、パパ。81。重いわよ。81番重い。あ、重い。あ、めっちゃ重い。あ、めっちゃ辛い。え、これむずいぞ、このチャレンジ。普通に難しい。これ簡易わ。ちょっと待って、これやっぱ、ひめちゃんが言ったように、あの、プリンが入ってるからじゃない？液体だけじゃない？ね。それ絶対ある。なんかこう持った感じ振ったら分かるじゃん、どれぐらいまで入ってるかなっていうの。絶対ある。それじゃないんだ、これ。これめっちゃむずい。しまったな。王くん、じゃあもう王くんね。さすが。じゃあとりあえず王くん1ポイントです。やった。え、やったってなんで？子供チームだから。そう。え、1人1枚ずつ。高い。はぁ、まだまだね、これで勝負は決まってません。次、ドゥーブルフロマージュいきますよ。こちらドゥーブルフロマージュですけど、3人でドゥーブルフロマージュ食べて 33%。 3人で1個食べるってこと？そう。パパは1個食べる。そう計算で言うとね。あー、なるほどね。はい、分かっております。これはなんか、あ、ね、もう見たら分かるもんね。3分の1にすればいいだけだから。内容量が見えております。パパ、パパ、じゃあまずはね、こちらドゥーブルフロマージュね、何グラムあるか測りますよ。なるえ。はい、こちらね、測りに乗せました。何グラムだ。640g。 はい、640g の 33% は、はい、どうぞ。チクタクチクタクチクタクチー。はい、答えは100ぐらい、150ぐらい、勘で言うと。わかりません。何グラムって？640g の 33%。 3、6、3、18、1、9、2 の 211？ ほら、200か150。私がいいわよ。213？ 計算してる。 1.3？ え、211？ あれ、渡す、携帯。211じゃない？携帯。ちょっと計算するね。200。
210g ぐらい。 210g? 分かんない。 640×0.33 は 211.2。 ほらパーパーすげえ。これ勘良くない？これがお題の力です。勘良くない？いいよ、勘で生きてるからね。さっきは 81g ね。はい、勘で生きていく。じゃあね、 211g に近い方が勝ちね。じゃあだからひろちゃんと若葉ちゃん、おーくん、こちらね、食べてください。今から皿もあるってこと？そう、お皿もあります。お皿の重さ、じゃあお皿 50g として。あ、そうか、あ、そうだな、お皿の重さも考えてね。じゃあね、包丁で切って食べてください。はい、かわいいの。これめっちゃ美味しいからね。若葉ちゃん、これ食べたことある？レフルフルマージュ、めっちゃ美味しいよ。いや、食べたことない。ない？めっちゃ好きだと思う。めっちゃ美味しいよ。ちなみにね、姫ちゃん、おーくんのじいじね、チーズケーキね、大して好きじゃないんだけど、これ食べたら全部食べちゃって、あのバーバがね、私食べるものなくなっちゃったってね、ちょっと怒ってました。お父さんに全部食べられちゃったって。めっちゃ美味しいです。かわいそう、うん。それでは、おーくんがカットしてくれるようですよ。お皿残さないといけないから、ちょっと待ちなさい。お皿はかる。ちょっと、どきなさい。お皿はかる。お皿はかる。はからないでおこう。ね、手で持って、重さ大体何グラムぐらいか、見て。どう？ちょっと待って。あ、パパも落ちたい。いい？あ、わかったわかった。あ、わかりました。120g だな。めちゃめちゃ考えておりますよ。あ、わかりました。え、多く包丁使える？え、まずこうでしょ。え、いつからそんな料理人多くになってんの？これわかった？え、3分の1でしょ。でもさ、これ全部取っちゃダメだよ。そうだろ？え、わかる？え、全部取っちゃダメって？33番残さないといけない。そうそうそう、あの、とにかく 211g にしてください。お皿込みで200、お皿込みで211。多く迷っております。210 211。あー、来い。僕の3人分切り分けてくれるの？そうよ、211g 残すんだよ、お皿込みでね。待って、うん。お皿割らないでよ。はい。やば、うまくない？お、うまいうまい。ほら、うまくない？パンパン。なになに？パンパンじゃないよ、これ。え、そこから？奥うまいね。どう切る？どう切る？そこ切る？211でしょ。うん。ちょっとなんか変わった切り方しましたよ。で、3人分だから。どういうこと？わかんない。でも、けどさ、奥君の考えがあるんだろうね。うん、奥君、ね、勘がいいしさ、うん、さっき勝利、ね、したの奥君だから、うん、81g で。あ、取ってあげるんだ、まずは。なんか、一番そのちっちゃいのワンちゃん、私の気がしてきた。え？本当だ、本当だ、本当だ、ワンちゃんあったね。ワンちゃんあったね。なんか包丁の周りについたのも。気をつけてよ、気をつけてよ。これでいいの？え、もう、なんかもうちょっと私ちょっと、もうちょっと取った方がいいと思う。え、そっち？そっち？そっち取っても変わんない。それを？え、変わんなくない？それをどうするの？あ、姫ちゃんにあげるの？姫ちゃん、この量変わってないぞ。どうする、どうする、それを乗せるの？もうちょっと切った方がいいんじゃない？いや、そう、ダメ。お皿が重いから。そうよ、お皿 100g としたらこれ500でパンパンだから。結構中身詰まってるよ、チーズケーキ。いい？いや、もうちょっと切ろう。もうちょっと切るみたいです。はい、それだけ？それをどうするの？あ、自分のところに乗せるんだ。はい、 OK ですか？ OK、はい、スプーンどうぞ。じゃあ、おーくん 211g に切ってくれたみたいですが、まずはね、皆さん、ドゥーブルフロマージュいただいてください。どうぞ召し上がれ。いただきます。いただきます。いただきます。美味しいぞ。久々に食べる。あ、このチーズケーキ一番好きかも、チーズケーキの中で。ねえ、うん、ルタオの
ドゥーブルフロマージュです。うん、美味しい。なんかアイスチーズケーキみたいな感じ、ね、あ、今ちょっとね冷凍でもっとふわっとしてるんだけどね、もっと溶けてたら。うん、なんか私少しアイスっぽい方が好き。うん、もっと食べたくなったらそこに残ってるよ、ここ食べていいんだよ。食べない？オウくんは今切ったのが 211g と思っているんだよね。ひめちゃんと若葉ちゃんどう思う？これはもっと切った方がいい？このままでいい？あとちょっとだけ切った方がいいかなとは思う。むしろ足りないと思う。あーでもどうだろう、え、難しい。でもともとが640、そうだから約 420g みんな取っているかな。どこだろう、ふんふんふん、え、わからん。パパはわかるぞ、わからなくなってくる。パパわかるぞ、そのグラム。これで決定したらそのグラム言ってあげる。何グラムあるか、ふんふんふん。いい、これでいきますか。皆さん大丈夫ですか。うん、うん多分ね。じゃあこのまま測るね。300グラムぐらいあると思う、この状態ね。お皿の重さ入れると300グラムぐらいだと思います。わかんないね、測ったらわかるね。わかる？うん、はい。じゃあ王くん測って。うん何今のうんって。はい、何グラムでしょう。おおお、いくつ？410。でもこれさ、パパ見てたからさ、ヒント当たりごとになっちゃうじゃん。同時に食べた方が良かったんだろ。そうだよね。ずる、はい、ずる。この試合終わり。ちょっと待って、ちょっと待って、バカが。中断。バカが、ジュラじゃない。ジュラ。パパまだ見てないよ。見てる。バカが今吹きそうになった。パパまだ見てないよ。見てないよ。つられ笑い。でも逆にでも食べ過ぎちゃうかもしれない。ねえ、よし、じゃあパパも一応切るね。うん。では私パパ行きますよ。オー君と姫ちゃんたちさ、これぐらいでなんかこう切ってたじゃん、違うの？あ、いいね。あ、いいいいいい、よしよしよし。わかる？みんな。こうだよね。よいしょ。オッケー、オッケー、できた。あ、でもそれが逆に取りすぎになっちゃうの。パパできました。じゃあ乗せるよ。ちょっと暗いからね、見えにくいかもカメラで。よいしょ。何グラム？325。ちょっとオープン、なんで今途中で切ったの？この可愛いアピールパツッと切られました。ということで、ひめちゃん、若葉ちゃん、おーくんは 410g、 パパは 325。 ということはパパの勝ち。ゴールデン。じゃあね、今回ね、ひめちゃん、若葉ちゃん、おーくん1ポイント、パパ1ポイント、引き分けです。でもさ、よしカード残念。でもさ、マミーやー。でもさ、320なんちゃの感じだって。うん、あの、俺66g で、あれこれやるじゃん。うん、80ぐらいだって、81、うん、だっけぐらいじゃん。だから俺の方が近いから俺の方が。それちょっとね、厳密に言うとオウくんたち負けちゃうよ、それ。だってさ、66g だったでしょ。で、オウくん 81g じゃん。で、15g オーバー。パパ325だよね。俺って311g って言ったよね。パパ14g オーバー。パパの方が近いんですよ。そこを引き分けにしてあげるって言ってるからね。211。あ、え、あ、そっか、100。はいはい、ということでね、はいはいはい、終わりだ。はい、終わりますよ。はい、明日までぐんぐん出てください。はい、めっちゃ進化の4500名。高い。3400円、4500。高いみんな。ちょうだい。できれば1500円ちょうだい。よし、カードちょうだい。はい、ちょうだい。はい、じゃあね、今回この後で終わります。はい、せーの、またね。バイバイ。
今日はね、ひな祭りということでね、33% チャレンジしましたが、また何かやるかもしれませんよ。ビエにっこり姫ちゃん、同じ顔の姫ちゃんが2人ずついるよ。1人しかいない姫ちゃんを当ててね。いくよ、スタート。終了。正解はみんな分かったかな？